チームとしての目標、みんなで野球を楽しむっていうことのみ、めちゃくちゃ上手くなってます。土星馬星禁止、保護者の役割を徹底的に排除する、ツイートを持ってくればいいよね、秒でこれは片付けたんですけど、結構 IT フルに使って効率化してます。保護者が支えるっていうことは現実的にもう難しい状況になってきてるので、社会全体で支えていくっていうことが不可欠だと思います。2023年度笹川スポーツ財団セミナー、誰が子どものスポーツを支えるのかの第3回を開催いたします。私は本シリーズのコーディネーターを務めます笹川スポーツ財団の宮本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にですね、中桐様より、クラブのご紹介、それから保護者の業務負担なしでどのようにチームを運営していらっしゃるかというお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。改めまして、練馬アークスジュニアベースボールクラブの、代表してます中桐と申します。21年の4月、4月から始めさせていただいてて、今2年半ぐらい経ってます。で、子供たちの数はですね、今小学1年生から6年生までだいたい40人ぐらい在籍をしてまして、ちょっと定員にはキャップを設けています。どこでやってるかというと、東京の練馬区、板橋区、の境目にある城北中央公園という公園があるんですけど、そこの公園をメインにしてやってます。で、会費は7300円月にいただいていて、活動頻度は週に1回です。で、週末4分の1というふうに書いてありますが、これは筑波、茨城県の筑波市の春日学園少年野球クラブさんというクラブさんがあるんですけど、そこの、代表の岡本さんという方がですね、提唱されてらっしゃる、考え方ですが、土曜日と日曜日を、土曜の午前、土曜の午後、日曜の午前、日曜の午後ってこう4分割した場合に、4分の週末を4分の1を野球に当てるっていう考え方ですね。なので、半日しかならないです。うちの場合は3時間か長くても4時間しか活動しないですね。はい、という頻度。それから試合に関しては PCG 東京という、私立のリーグ戦がありまして、プレイヤーズセンタードゲームスっていう略称なんですけども、そちらの私立のリーグ戦に所属をさせていただいて、試合も楽しくやらせていただいているというのが状況です。リーグのコンセプトは、勝利至上主義ではなくて、みんなが成長できるような、楽しい野球をやりましょうっていうような、そういうコンセプトでやられてるリーグ、勝敗だけではその優勝チーム決めずにですね、ポイント制になってまして、例えばベンチ入りのメンバーが全員出場したら 1ポイントとかですね、キャッチャーを3人以上変えたら1ポイントとかですね。チームの特徴としてはですね、土星馬星禁止っていうのはもちろんのこと、育成重視ということを標榜してますが、どうしても勝利至上主義になってしまいがちなところをですね、ちょっと違うんじゃないかなっていう部分があって、いかに野球をこう好きに続けていただいて、次のステージである中学校でも野球を続けてほしいということを、一番の大きいチームのポリシーとしてやっています。連盟、いわゆる全南連と言われる、既存のチームが所属しているような、連盟団体にはうちは所属をせずに、フリーランスな感じで、独立性を担保してやってます。コーチはもちろんのことですね、トレーナーですとか医療系の有資格者、さっき看護師の話少ししましたが、あと医師等の専門家、それからご縁があって元プロ野球選手の方ですとか、あと今の大学生、教員志望の大学生ですとか、医学部の学生さんとかですね、いろんな各分野の人材にぜひジョインしてくださいっていう感じでお声掛けをさせていただいて、なんか人と人とのつながりでいろんなところからさまざまなスキルを持った人が集まってくれてまして、そういった形でそれぞれの得意分野を生かして、スキルを補完し合いながら、そう、子どもたちの成長を促していく体制を構築しているというのが弊チームの特徴かなというふうに思います。会費は7000円以上もらっているので、一般的な学童野球のチームよりも高い年会費もら、会費を頂戴しているので、それに見合ったサポートは提供するっていうようなコンセプトで、やってますということです。やっぱり野球をやるにはですね、保護者の業務負担がかなり重いということを強く感じてまして、ここは徹底的にもう保護者の役割を徹底的に排除するっていうことを、標榜してやってます。今の少年野球を真っ向から全部否定してるわけではなくて、新しい選択肢の一つとしてこういうチームもあるよっていうことをですね、認知していただけたらなと思ってですね、例えば親の負担が重いからうちはちょっと子供に野球やらせられないんだよねっていう親御さんが仮にいたとすると、そういう
野球に踏み出す一歩をこう阻害している要因を排除してあげて、気軽に野球ができるようなチームにできたらいいなというコンセプトでやってますので、既存のチームさんのなんか運営をこう否定してるみたいな、そういうコンセプトではないということです。いろんな方面からご評価いただいていて、練馬板橋をメインにやってるんですけど、東京以外から、わざわざ遠いところから練習に参加していただいているメンバーも実はたくさんいらっしゃいますというところでございます。実際どのようにやってるかということを少しご紹介をさせていただいています。我々の基本的な考え方は、チームとしてのそのクラブを運営していく上でのタスクっていうのはそれはありますと。で、無駄なタスクはもうやらない。で、どうしてもやらなければいけないタスクは、チームの中で、スタッフいますので、そのスタッフで担うか、外注して、外のリソースを使わせてもらうかという考え方でやっています。一番上にお茶当番持ってきましたが、そもそも水筒持ってくればいいよねって言って、もう秒でこれは片付けたんですけど、怪我の手当てはトレーナーをがスタッフとしていますので、柔道整復師の資格持っている人間が何人かいますので、あと運よく看護師の資格持っている野球の上手い人を見つけられたんで、そういう人にジョインしてもらったりしてますと。保護者が練習補助する場合もよくあると思うんですが、もうこれは我々は徹底的にもうコーチで、練習はコーチで基本的に回していく。で、審判は外部の審判協会にお願いして、外部委託でやってもらう等々ですね。あと広報、活動場所の確保とかは私がやってます。で、集金も現金集金するとめちゃくちゃめんどくさそうなので、もうクレジットカード払いにしちゃえばいいじゃんとかですね、連絡網は作るんじゃなくてもう LINE でやればいいじゃんとかですね、配車って言ってみんなでどこかのお父さんの車に乗ってっていうのがあると思うんですけど、現地集合にすればいいじゃんとかですね、レクレーションが大変ですっていうこともちらっと聞いたりして、クリスマスやったり初詣行ったりしてるチームさんもあると思うんですけど、野球と関係ないからもうやらなくていいかなとかですね。基本的には IT 使ってやりますっていう話なんですが、メンバーの募集は学校でチラシ配布するっていうのが旧来のやり方だと思うんですけど、 Google に広告出しましたとかですね、保護者の説明会 YouTube でやってますとかですね、会費の回収、先ほど申し上げた通りクレジットカードでやってますとか、会計管理、会計ソフト入れましたとか、ユニフォーム、備品の購入、非対面の EC のサービス使って、通販でやってますとかですね、指導のツールにタブレット入れてますとか、サブスク使って指導者向けの自己検査のツール入れてますとかですね、そういった形で結構 IT フルに使って、まあ、当たり前のことのような気もするんですけど、効率化できることは効率化してますということです。事前の質問が本当にありがとうございます。たくさんいただきまして、おそらく全部は聞ききれないと思うんですけれども、で、一つ目、保護者の対応ですね、どうやって保護者の負担なくしているのかというご質問に対しては、先ほどの中桐様のご説明で、ある程度回答ができているかと思うんですが、やっぱり熱心な保護者様ですね、負担を嫌がる保護者がいる一方で、コーチを差し置いて試合中に子どもに指示したり、負けた後に叱責したり、熱心なあまり必要以上に介入する保護者も一定数いるのではないかと、そういう保護者の振る舞いを変えるにはどうされているかというご質問ですね。当クラブの場合はチーム立ち上げる時からこのコンセプトなので、途中でこうガラッと変えたわけではないので、もうこのコンセプトに賛同している保護者の方しか基本的に、来てないっていう状況ではありますね。うちのチームの保護者さんってすごい、実はすごい人いっぱいいてですね、なんかあれプロ野球のユニフォーム着てるあれみたいな、昔の写真が出てきたりとか、びっくりするような方も結構いらっしゃるんですけど、ただそこに甘えてしまうと、もう保護者の負担をゼロにしましたっていうところが、そこからちょっと一つの糸口から瓦解していくのがやっぱりちょっとどうなのかなっていう部分があって、そこはやっぱりもともと決めたコンセプトはきちっとそこは線引きをして、もし関わっていただけるんだったら、お子さん卒業してからぜひコーチになってくださいっていうような形でのご案内になってますね。2つ目ですね、これもやはり複数の方から同じ質問をいただいたんですが、チーム目標というところですね、勝利至上主義の否定を約束に掲げた場合のチームや個人の子ども個人の目標というのはどのように設定されているか、その目標設定とか子どものモチベーションというところの質問はやはり複数の方から同じようなことをいただいているんですけれども、いかがでしょうか。チームとしての目標はもう一つで、みんなで野球を楽しむっていうこと
のみです。で、このみんなでっていうみんなにはですね、自分だけが楽しければいいっていうのはそれ違うよねと。みんなってチームメイトもそうだし、試合の場合は相手チームのメンバーもそうだし、審判の方もそうだし、なんならコーチや他の指導スタッフのみんなもそうですが、みんなが楽しく野球ができないといけない。それがチームの目標です。なんか大会で優勝するとか、まあ、目標設定はしてないんですが、2年半子供たち見てきましたが、めちゃくちゃ上手くなってます。なので楽しい、もっとやりたい、だから練習する、家でも自主練やってくる、また練習で打てる、楽しい、野球が上手くなるっていう、そういう上手い循環が今作れてるので、目標、こうチームとして大会で優勝するとかいう明確な目標を設定してそこに導いてあげるっていうのも一つの選択肢だと思いますし、それもそれで私は正しいと思うんですけど、まあ、小学生のうちはそこまでこうその導き方をしてあげなくても、この楽しい、もっとやりたい、楽しい、もっとやりたいっていう勝手なこの循環が勝手に回るようになれば、子供って勝手に野球上手くなっていくんで、それはすごい、まあ、最近感じてますね。4時間や3時間の練習じゃ正直足りなくて、私もいつももっとやりたいなって思って終わるんですね。もっとやりたいなって大人も子供も、まあ、もちろん子供ももっとやりたいって思ってるんですけど、それぐらいでやめておくのが一番いいんじゃないかなって本当に最近すごく思いますね。あとは3つ目で、こちらも非常に多かった、指導者の募集をどのように行ったのかというところで、先ほどその毎回全員がいらしてるわけではないと言いつつも、かなりの人数のスタッフいらっしゃって、実際どのように募集してきたのかというところをお話しいただいてもよろしいですか。はい、もともと立ち上げた時は私草野球を長いことやったので、草野球の時に出会ったメンバーにちょっとお声掛けをさせてもらって、だから結構な割合で参画していただいたっていうのが最初ですね。で、メディアに出るようになったりしたので、ホームページとか見ていただいて、お問い合わせいただいて指導者に入ってくれたっていう方も何人もいますね。では最後に本日の講演のまとめということで、中桐さんに今一度お話をいただけたらというふうに思っております。今日のまとめということですが、まあ、先ほども申し上げた通り、チーム運営のポイント、必要な支援としては、まあ、場所の問題っていうのはずっとつきまとってますね、うちの場合は特に。で、あと指導者のマッチングっていうのがポツの2ポツ目ですけども、Hey クラブのコーチは、まあ、多分うちのクラブじゃなければ野球の指導に関わってないと思うんですね。月に1回からでコーチには謝礼も払っていますので、謝礼払って月に1回からで全然いいですよっていうスタンスで、やってるのですが、退職したシニアの方とかですね、もともと学校の教員だった方とかですね、いろんな方が多分世の中にたくさんいらっしゃって、そういう方って指導できる方本当にたくさんいるので、そういう方とこういうチームがうまくマッチングできるような、まあ、プラットフォームみたいなものが本来あると、もっとこう活性化できるんじゃないかな。子どものスポーツ誰が支えればよいかというところなんですが、もう親が支える、保護者が支えるっていうことはもう現実的にもう難しい状況になってきているので、社会全体で支えていくっていうことが不可欠だと思います。もう続けていくにはいろんな人で支えていくしかないと思いますの で、先ほど申し上げた指導の担い手の話もしっかりで、あと、まあ、野球少年を増やすための支援というふうに記載させていただいてますが、特に野球の場合は野球をやるハードルが高くてですね、WBC で大谷選手とかの活躍を見ると、小学校低学年とかでもすごいってやっぱりみんな思うと思うんですね。で、ちょっと野球やりたいんだけどってなると、もうごめん勘弁してよみたいな、もう親がそう言ってやらせないとかですね、そういうことは本当にたくさん聞いてるので、ハードルを低くして救ってあげるような仕組みは絶対必要だと思います。で、 NPB はじめとして各競技団体がこう体験教室みたいなことをやってたりしますけど、その次がないんですよね。もうその次野球やろうとすると、じゃあチーム入りましょうかってなっちゃうので、その辺の支援も必要かなというふうに思います。まあ、その受け皿になってるのがうちのチームかなというふうには思ってるんですが、というとこですね。で、あと3歩詰めは資金支援と書かせていただいてますが、やっぱりお金はどうしてもかかります。で、当クラブの場合はもう保護者さんに負担をしてもらってます。保護者の、役割が限定的である代わりに、ごめんなさいお金はくださいと、
外委託するんで仕事みたいなコンセプトでやってるんですが、これがちょっと全国つつ裏裏全ての地域地方にこれが当てはまってフィットするかっていったらそんなこともないような気がするので、そこのどうしてもかかるお金の部分は行政なりですね、そういったところからこう支援が回ってくるようになると、よりこう社会全体で支えるっていう構図が実現できるんじゃないかなというふうに、まあ、現場の一つの意見として思いますというところです。ありがとうございます。当財団が行っている調査でも、もう好きなスポーツ選手は成人子どもともに大谷がダントツで1位という結果が近年出てますが、それが本当に子どものアクションにつながっていく社会になるといいなっていうのは思いますね。中桐さん、ありがとうございました。ありがとうございました。